暴君の冠の力でダーシャさんは止められたけど、まだ戦争は完全に収まっていないみたいだね。気をつけて進まないと。お前たち、危険だから早くここから立ち去れ。魔王城から来た魔物だけじゃなく、しばらく停止していた魔王国領の魔王たちもまた進軍を開始したんだ。おい、俺たちも急いで前線に向かうぞ。ダーシャさんの命令で進軍していた魔王たちがまた？あ、暴君の冠がマルクさんに破壊されたから。それでダーシャさんにかけた魔道具の支配が解けて、また大魔王の影響下に。ガー！大丈夫ですか？しっかりしてください。ダメだ、完全に意識を失ってる。手当てをするにもここだと危ないから、どこか安全な場所に。来たよ、気をつけて。この辺りの魔物は倒せたみたいだね。今のうちに手当てを。治療なら私が担当するよ。千歳さん、今回は君たちが訪ねてくるという私の占いは当たったようだね。のんびり話している場合じゃないか。ほら、しっかりして。これで応急手当は終わりと。最近は占いが外れることが多かったから、当たってくれてよかったよ。占いの話、前にも話してくれましたよね。ああ、世界が作り変えられたことで見えた未来がどっちの世界のものかわからなくなってしまったって話だね。しかも最近は的中率がより下がっててね、さらに確率が落ちてしまったんじゃないかと少しばかり自信を失いかけていたんだ。最近当たったのは広告の宝刀王子にあって、白い石を入手、凶暴化せずに済むというものくらいだったかな。レイクさんと会ったんですか？ああ、そうだよ。私が凶暴化せずに済んでいるのは彼からもらった白い鉱石のおかげさ。でもそれ以外はさっぱり。今回の占いも君たち以外にあと二人いることになってたからね。どうやらまた別の平行世界の未来を見ちゃってたみたいだよ。ま、予想の半分でも私に会いに来た人がいたなら、気持ち的にも的中ってことにして自分を慰めようかね。いやあ、お待たせしたでござる。ここに来る途中、魔物の群れと正面衝突してしまったでござるよ。おや、少しずつ私が見た未来と重なってきたね。あと一人、ここに青い髪の女の子が加わったら完璧だよ。これで完璧ね。来ちゃった。これだ！これが私の見た未来。どうやら今回は本当の本当に的中してたみたいだね。いやー、よかったよかった。ちょっとだけ自信が回復したよ。それでなんだい？今日君たちが来ることは分かっていたけど、
台本の理由までは占っちゃいないよ。実は大魔王アンサーを封印するために三賢者の子孫を探しているんです。大魔王アンサー、聞いたことのない名前だね。まずは。なるほど、そんな存在がいるとはね。そんなのがいたなら確かに神様も世界が滅ぶって確信してもおかしくはなかっただろうね。もしかしたらアルスが神様だった頃は彼がいつも最初に大魔王を封印しておいてくれたのかもしれない。今思えばフェンダークが世界中を飛び回っていたのもそんな厄介事を解決するためだったのかもしれないし。フェンダーク？古文書でその名前見たことあるわ。世界中を飛び回っていた話とかアルスって名前とか全部古文書通り。あなたもまさか魔王ちゃん様のファンなの？そういえば彼女は誰だい？はじめまして、私マリカよ。もしかしてあなた古文書に登場するちょっと迷惑な占い師さんなの？またその古文書とやらちょっと見せてくれるかい？なんだかとっても私に不都合な記述が多そうな予感がするんだけど。そういえば拙者も自己紹介がまだでござったな。紹介します。こちらはマリカさんとデンベイさんと言って。東方の侍に魔王ちゃんの子孫ね。それに三賢者の子孫探し。魔王ちゃんの子孫といい、いきなり子孫づいて大混乱だ。まあでも話は分かったよ。もちろん君にも古文書にも興味はあるけど、今は大魔王が最優先だ。もっと詳しく話を聞きたいけど、世界のピンチを放っておくわけにもいかないし。大魔王が復活してなければいくらでもお話できたのに。大魔王アンサーめ、この恨み晴らされおくべきか。まさか大魔王もこんなことで恨まれるとは思いもよらぬでござろうな。本当は私も君にいろいろ聞きたいんだけどね。拙者でござるか？と言っても拙者見た目通りの人間でござるからな。とりあえず君たちが私に何をしてもらいたいかは分かったよ。でも悪いね、君たちに期待されているような単純な人探しはあまり得意じゃないんだ。さっきも話したけど、私の力は特定の人間の未来を見ること。不特定多数の中から誰かを探すような占いの力はないんだよ。せめて探す範囲がもう少し絞り込めれば、そこにいる全員の未来の姿を見て判断できる可能性くらいはあるんだけどね。じゃあ僕たちの未来を見てもらえませんか？三賢者の子孫を見つけることができるならきっと一緒に行動しているはずですから。残念だけどおすすめはしないかな。得意点である君たちは私の占いとすごく相性が悪くてね。ただでさえ君たちの未来は占いにくいのに、その上見える未来は大体半分は別の世界の君たちのものだ。ギャンブルするにも勝率が低すぎると思うよ。ふむ、ならば拙者を占えばよいのでは？拙者もこちらの二人同様、どんなことがあろうと大魔王との戦いを諦めたりはしないでござるよ。なるほど、それなら少しは可能性が高くなりそうだね。じゃ早速やってみようか。
やあ、これは。どうしたでござる？あん、これはどう伝えるべきかどうか。構わんでござる。言ってくだされ。装備が今と変わらないようだったから、そう遠い未来の話ではないと思うんだけど。デンベイ君、君は大魔王の元までたどり着くことなく道半ばで死ぬ。デンベイさん死んじゃうの？女を守って死ぬ、それが君の運命らしい。おお、女子を守って命を落とすとは、なんとも拙者らしからぬ死に様でござるな。荒野や戦場でのたれ死ぬくらいは覚悟しておったでござるが、いやはや。他には何も見えなかったでござるか？君に守られている女性は顔を隠していて、残念ながら誰かはわからなかったよ。他に見えたのは多分大魔王との決戦前夜の様子だと思うんだけど、そこには大勢の兵士に加えて君たちと故国の法刀王子をはじめとした顔見知りのメンバーがいたよ。それにデンベイ君が命を救う予定の顔を隠した女性もね。ふむ、しかし拙者らが知らぬ女子が一人だけとなると、三賢者の血筋は一人しか生き残っていないということになるでござるか？さて、私からは何とも言えないよ。その場にいないだけかもしれないからね。一人は残っていたと喜ぶべきか、一人しか生き残っていないと嘆くべきか、難しいところでござるな。でも千歳さんの占いって 50% しか当たらないんでしょ？だったら他にも子孫がいるかもしれないし、デンベさんも絶対に死んじゃうってわけじゃないんだよね。いや、まあそんな綺麗に 50% で当たり外れが分かれているわけでもないけど、まあ、だったらデンベさんが冒険者の加護を受けて冒険者になっちゃえばいいんじゃない？冒険者なら冒険の途中で死んでも生き返るんでしょ？それはいいアイデアかもしれないね。保険も結構でござるが、死んでも大丈夫となると拙者の目指す真の達人からは遠ざかってしまう気がするでござるな。拙者の故郷には市中かつありという言葉がござってな、奥義の習得にも影響があるのでござるよ。そんなこと言ってる場合じゃないと思うんだけどな。むむ、どうしたんだい？いや、イザルク殿の腕輪がうっすら輝き始めたでござる。自分の運命よりそっちが気になるの？未来などなるようにしかならんでござるからな。それよりほれ、もしかしてイザルクさんが目覚める兆しなのかな？でも光がチカチカしてて今にも消えそうだよ。お、消えたと思ったらまた光ったでござる。目覚めかけているものの、まだ力が足りてないってことじゃないかな。エネルギー不足ってことですね。そういうことだろうね。人間なら栄養を取らせるところなんだけど。栄養？ん？何か思いついたでござるか？ああ、思い出した！イザルクさんって確か古文書に出てきた悪の腕輪よね。
その古文書にどんなことが書かれてるのか気になって仕方ないけど、多分それで合ってると思うよ。だったら書いてたわ。海の魔物の魂を食べまくって深海の魔王を怒らせた事件のこと。魂が減って海の魔物が少なくなったせいで海の生態系がめちゃくちゃになったんだって。つまりどういうことでござる？魔物を飼って魂を食べさせたら、イザルクさん早く起きるんじゃない？なるほど、それなら拙者得意分野でござるよ。イザルクさんが早く目覚めかけてるの、デンベイさんが砂漠で魔王や魔物を倒してたのが影響してるのかも。デンベイさんも知らないうちに魂をイザルクさんに吸収させていたのかもしれない。そういうことでござったか。ならば善は急げでござる。幸いここは戦場、魔物は山ほどいるでござるからな。私はここでお留守番してるね。占い師さん、せっかくだしこの機会にいろいろお話聞かせて。構わないよ、私もその古文書には興味津々だからね。やったー。あ、みんな気をつけて行ってきてね。固まっていても効率は良くなさそうでござるな。あまり離れすぎないように注意しつつ手分けして戦うというのはどうでござろう。決まりでござるな。では出発でござる。二人とも見るでござる。イザルク殿の腕輪がさっきよりも格段に強く光っているでござるよ。一度千歳さんのところに戻りましょう。ここは、私は一体。あ、起きたわよ。イザルクさん。しまった、私が意識を失ってからどのくらいの時間が経った？アーサーはどうなった？大丈夫です、まだそんなに経ってないです。そうか、予定ではもっと長い休息になるところだったんだが。魔物を倒してイザルクさんに魂を吸収してもらったの、私のアイデアよ。魂を吸収？なぜ君たちが私の魔力変換システムのことを知っているんだい？そういえば君たちはマルクに対して前の世界という話もしていたね。君たちは一体何をどこまで知っているんだい？この際全部説明しちゃった方がいいかな。うん、君がいいと言うのなら構わないよ。それじゃあ前の世界のことも含めて全部説明します。かなり長い話になりますけど。なるほど、状況は一通り把握できたよ。別の世界の私がまさかそんな大それたことをしたとはね。それと占いで三賢者の子孫、後継者を探そうというのは面白い試みだ。私がいずとも自分たちで考え行動に移した。その精神もっとも、発見につながる手がかりはまだ何もない状態だけどね。いや、情報がもっとあれば占いの精度を上げることはできるんじゃないか？
私からも情報を提供しよう。伝説の三賢者についてだ。伝説の三賢者、待ってました。それはどんな情報なんだい？まずは私の知る限りの情報だ。私の認識では古代錬金術文明において大魔王アンサーを封印する準備は間違いなく進められていた。しかしマルクの話によると、その封印は使われることなく、古代錬金術文明はアンサーに敗北したらしい。古文書が示す前の世界とやらの記録を見る限り、この事実はおそらくどちらの世界でも同じ結果だったと思われる。だとしたら、封印の準備をしていた三賢者はアンサー封印のために用意した魔力をそれぞれの故郷に隠した可能性が高い。万一再びアンサーが目覚めた時のため、自分の子孫が封印の力を使えるよう保険をかけておくと聞いていたからね。聞いていた？誰に？三賢者本人さ。まあその時は封印に失敗するとは思ってなかっただろうけどもね。私もアンサーの開発チームに加わっていた時期が少しだけあったんだ。その時友人になった錬金術師が後の三賢者の一人でね。彼とはその後巨大ゴーレムを共同開発するほどの仲になったんだ。ちなみに死んだら腕輪に魂を移動させようと誓い合った腕輪仲間でもあるんだよ。驚いた。それで大魔王の危険性を早い段階から知っていたのか。そういうことだね。もっとも私の興味は途中で違う分野に移ってしまったから完成までは見届けなかったんだけど、ともかくこの情報は友人メルキオール本人から聴取した信憑性の高いものだと思ってもらって構わない。さらに彼は子孫の中に邪悪なものが現れる可能性も見越して、穏和な人間にしか封印の魔力を継承できないようにすると言っていたんだ。もし指定した波長の魔力を持たない者が強引に引き出そうとすると大地が呪われると脅かしてきたくらいさ。大地が呪われるってすごいこと言うわね。ああ、運命を操ってその地に災厄を招くらしいよ。火災、地震、干ばつ、飢饉、疫病、戦争。もしかしたらもっと直接的な影響を受けるのかもしれない。どっちが大魔王かわからないわ。まとめるけど、大魔王封印のために用意された魔力は三賢者の故郷にあるってことでいいのかな？ああ、そのはずさ。ふむ。故郷ならば魔力どころか子孫が今でも住んでいる可能性があるやもしれんでござるな。すごいじゃない！さすがにそれは楽観的だと思うよ。で、どこなの？三賢者の故郷って。三賢者の故郷は今の地図でいうところの皇国北東部、共和国北部、そして魔王国北部周辺。メルキオールは皇国北東部、つまり今の滅びの村あたりで生まれた。研究所もそこに作っていたよ。滅びの村でござるか。滅びの村出身の人間に限定するなら調査対象は少なくて済みそうだね。三賢者の子孫でさらに指定された魔力の波長を継承しているという条件、つまり後継者かどうかは私が調べられる。血、汗、髪の毛のどれかを入手すれば私の研究室で検査できるはずだ。ああ、人が少ない村ならいっそ直接髪の毛を採取しに行った方が見つかる可能性が高いかもしれないね。と言ってもまだ子孫が村に残っているとは限らないわけだろ。候補が絞れただけでもありがたいとは言えねえ。そうでござるな。
旅立ってしまっておるかもしれぬし、血筋が途絶えている可能性だってもちろんあるでござる。占いと並行してやればもっと早いさ。滅びの村の出身者、誰か思いつく？ノエルさん？ああ、そっか。彼女がそうだったね。ノエルだね。確か、ホト王子と一緒にいたメイドか。いいよ。じゃあ、ケーキ漬けにまず、ノエル城を占ってみよう。気長にやるしかないとはいえ、時間は有限。早々に当たりが出ればよいのでござるが。これは。興味深い結果が出たよ。彼女の未来に地下工場で大きな魔力を受け取っている姿を見ることができた。いきなり見つかるとは信じがたい話だが。とにかくシュリンガー公国に行ってみよう。そうだね。可能性があるなら今は信じて動くしかない。もちろん拙者も行くでござる。私はもう少し占いを続けてみるよ。この占いが 50% の外れの方だったら目も当てられないからね。さあ、私はここでお留守番してるね。占い師さんとはもっとお話ししたいし。え、この子を置いていくのかい？よろしくね、占い師さん。今夜、まあ、兵士たちの治療を手伝ってくれる子は必要だし。それじゃあ気をつけて。